こんばんは、もう夕方です。はい、最新チャート分析、ソフトバンクの株価予測、KDDI、NTT、またしたかもあんな比較しましょうってやつね、短期の罠に注意、長期投資しっかり勉強したら安心だよっていうのの続きでございます。はい、3つ目のお題目からでございます。短期と長期の視点をね、元をねって、短期心配罠ハマっちゃう、いいえって長期目線でもう一回見てごらんなさいって、安心してね、罠は回避してね、そんな話でございます。はい、ソフトバンクの一目ボリンの、今年1月から直近4月30日までのグラフですよ。はい、1400円の、大台に向けた下落がこれから起こることが想定されてます。5月の11日決算発表でしょ。それまでさ、売買はさ、活発には行われませんよ。だからじわじわ下がってくる感じかな。で、三役逆転するんじゃないかなって感じですよね。だってほら、はい、地高スパンが価格の下に入っちゃってて、で、転換線が基準線の下に入っちゃってて、あとは株価がね、雲を下抜けちゃったら三役逆転が成立、下降トレンドだよってサインなわけですよ。だからなんとなく不安ですよね。不安？大口の罠が待ってるんで、ここは気をしっかり持ってくださいね。はい、KDDI も見ましょうか。こちらも似たような感じですね。はい、3200円の、直近の下値の大台に向けてね、きっとこれからね、価格が下がっていく雰囲気ですよね。ここもさ、三役逆転かなって感じでしょう。地高スパンが価格の下、転換線が基準線の下で、雲抜け寸前ですからね。もうこれを雲下抜けちゃったりなんかすると、はい、三役逆転が確定しますわけね、しますわけってするわけですよね。やっぱ不安でしょう。ここに大口もしくはどことのおじさんが売れ売れなんてね、言ってくるのよ。そしたら不安に駆られて売っちゃったりするわけだ。はい、日本電信電話 NTT ってさ、はい、同じような形でさ、直近下値の大台に向けて下がっていくわけですよね。もしくは横横ですね。で、もうすでにNTT の場合はしっかり雲を下抜けちゃってますからね。もう三役が逆転が確定しました。これ不安ですよねってさ、もしくはね、この一目均衡表を見せてさ、そのどこかの野村のおじさんか、ほらほら三役逆転ですよなんて言ってさ、売るなら今です、だって売っちゃうよね。知らない人はね、罠にはまないでくださいよ。はい、じゃあと、NTT 長期目線で切り替えますよ。これ一目ボリンの100日モデルでございます。一目ボリンの、100日モデルっていうのは、地高スパンだけ残して一目均衡表の他のラインは消しますよ。そしてボリンジャーバンドを100日で設定します。はい、詳細ここで割愛しますけどもね、こうするとね、長期的な視点で、チャートを眺めることができますからね。サクッといきますね。はい、短期だとさ、三役逆転してたじゃないですか。心配心配って感じなんですけども、長期目線で見るとね、おりゃ、ここの縦の長さっていう縦のこの地高スパンと価格の差っていうのがモメンタムで、下にモメンタムを出しておきました、分かりやすいように。で、この差がね、ここですよ。で、はい、パッと見てください。これダイバージェンスって発生してないでしょう。株価が上がってるにもかかわらずモメンタムが下がってるとかいうね、そんなようなとこってないですよね。正常なんですよ。
で、はい、ここで見てください、ここ。上向きの移動平均線に、株価がサポートされてますよね。しっかり、ムービングアベレージ移動平均線のサポートを見て取ることができますね。さらに、その下に、はい、直近下値の大台ね、2700円のサポートラインもありますからね、まあ、ここいらで、まあ、ぐっと耐えてくれるわけですよね。で、長期的な目線で見ると何ら不安はありませんよね。特段変なとこないし、まあそうそうですね、なんか不安ございますか。はい、今度は KDDM を見てみましょう。同じような感じで、はい、これ三役逆転してましたよね。ちゅうか、もうそろそろ逆転かなって雰囲気でしたよね、短期だとね。でも長期目線で見るとどうですか。同じようにここの差です。ここのこの地コンスパンと価格の差が ここですからね、ここですからね。で、どうですか、ダイバージェンスって出てますかね。長期目線の場合は価格が上がってるにもかかわらず、モメンタムが減退しているようなところってないでしょう。だからまあ全然ね、長期目線で見ると正常なわけですよ。ほいで、はい、まさに上向きのさ、移動平均線が株価のサポートにね、しっかりこう、おっと押さえてるよって感じがするじゃないですか。で、直近下値の大台ね、これ、3200円が強烈なサポートになってくれるってことが見て取れるんで、この、移動平均線、この赤をね、価格が下抜いたとしても、まだね、強烈なサポートラインがあるわけですよ。全然ね、長期目線で見ると、不安はないかな。これ、3200円は抜かないんじゃないのって思うんですね。で、長期化、うまく言えない。長期視点で見るとさ、不安はね、あんまりないよねって。私の場合は全く不安感じませんけどね。皆さんどうですかね。不安な方いるかな？質問してくださいよ。コメント欄でね。はい。答えられる範囲でお答えしますんで。ソフトバンク見てみましょうかね。こちらもさ、三役逆転かなって雰囲気だったでしょう。でもね、長期目線で見るとどうですかね。はい。繰り返しますけどね。ここの地高スパンと価格の差っていうのが、モーメンタムのここですよ。ここですよ。で、見てくださいね。ダイバージェンスで見て取れますか？株価が上がってるんだけど、モメンタムが減退してるような逆行現象が起きてるところ。ないですよね。だから、長期目線で見ると正常なわけだ。ほいで、はい。同じように、ここからね、上向きの移動平均線で株価が支えられてくるぞってところが見て取れますよね。そして、下値の大台のここに1400円のサポートラインもありますからね。特に心配はいらないかな。長期的な視点で見ると安心かなって思うんですけども、どうですかね。なんか不安な要素ってありますか。はい。だからさ、短期では心配だけど長期では安心って話をしましたよ。そして、大口のオーナーについて、具体例をちょっとこれからご紹介しますね。で、誤解を招くような教え方をして、で、短期投資しま、やっちゃうとさ、市場の肥やしになるかもしれませんよって、だから注意してねってことをこれからね、申し上げますからね。はい、すいません。こちらの記事を持ってきました。記事をお借りしといて、こう悪いこと言うのっていうのは気が引けるけどね。まあ、あえてちょっと言わせてもらおうと思いますね、今回は。だってさ、野村のおじさんがね、全部売るなんて言うんだもん。ちょっと捨ておけないよね。はい。で、これね、メンバーの方、ごめんなさいね。ちょっと貸してくださいね。これ、要点がね、凝縮して、ちょっとね、今回。同じような内容で話しますけども、これね、一発でピンときたら大成功というか大進歩ですね。リカイトチェックに使ってね。じゃあ行きますよ。はい。ボリンジャーバンドでの売買ポイン
開催、こうしたら買いましょうっていうことをこの記事が教えてくれてるんですけどね。エクスパンションが始まってプラス2シグマのライン上でバンドオークが確認できたら買いましょうと。そして買った後に利確どうするのっていうことなんだけど、エクスパンションが始まってマイナス2シグマのラインが拡張から収束に方向転換した時点で売りましょうとかいうことをね、書いてくださってます。わかりにくいよね、ちょっとね。これどういうことかっていうことについて、ソフ版のチャートでお話しますよ。エクスパンション、あ、ちょっと復習しましょう。スクイーズだったよね、これね。ボリンジャーバンドがキューッとなってね、で棒字ボヨーンって膨らむ、これがエクスパンションです。だからエクスパンションが始まって、プラス2シグマの時にバンドウォークが始まるこの界隈で株を買いなさいよってことね。それから、株価の反対側のマイナス2シグマのところのこのピロピロ私ピロピロって言うんだけど、これが上向いたら売れってさっきの記事言ってるんですよ。具体的に言うと、はい、まずここですね。ここで売れって言ってるんですよ。そして、はい、ここもまたピロピロが上に行ってますから、この界隈で売れって言ってるんですよ。そしてまた、ここでピロピロがまた 上向いてますよね。またこの界隈で売れって、まあ、こんなような形で売りなさいねって言ってるんですけどね。いいですか？機械的な判断は絶対ダメですからね。先行きますよ。はい、さらに記事は続きます。信用取引で仮売りをやりたいんですけれどもと、その場合でもブリンジャーバンドは使えるよねって、下降トレンドのエクスパンションを探せばいいってことだもんねってさ。でね、そうだな、そしてプラス2シグマラインが収束に転換したら買い戻し、知っておい、初心者の前には信用取引はまだ早いぞ、なんて、なんかさ、誘ってる雰囲気だよね。ちょっとわかりにくいよね。あと、またグラフでちょっとフォローしますけども、要はね、上のピロピロが下向きになったら買えっていうことなんですよ。プラス2シグマラインだから上ですよね。収束に転換っていうことは、開いてたのが、こう、下に向かうっていうことですからね。で、はい、大口はね、対象の動きをね、プログラミングで待ち構えてるんですよ。はい、ちょっと補足でしっかり理解していきましょうね。はい、でね、これはちょっと言葉悪いけど、このぐるなのってね、ちょっとこれあれだね、かん、あの、なんだろう、疑わざるを得ないよね。はい、ちょっとしっかり丁寧にいきます。ピロピロで判断しましょう。上向いたら売れっていう話をさっきしましたね。これね、さっきの話ですよ。売れって話でしたよね。今度は逆ですよ。はい。はい。ピロピロで判断。下向いたら買えって言ってるの。株価の反対側のボリンジャーバンド。ここいらね。ここいらね。ここでね。はい。買えって言ってるんですよ。ここってここですよ。どうですか、これ見て取れますか、反応が。まさに釣られた方がいてさ、ピロピロの下向いたのを今だってさ買っちゃった人がいるわけよ。よく見てくださいね、これ反応が見て取れますでしょう。よく見て、ほらピヨーンって上がってるじゃん、ほらここでピヨーンとさ、突然不自然にさ、でその後ですよ、スコーンと落ちてるな。ああ、恐ろしい。はい。これさ、これね、1150円ぐらいまで落ちてんだよね。だから、1100円台、まあ、最安なところまでさ、価格が落ちてるのよ。で、おそらくさ、大衆の方、大衆って言うと言葉悪いんだけども、まあ、大衆がロスカットしたんだろうな。で、大口が、狩り成功し、うっはうはって感じだね、これ。だからね、短期取引って注意だよ。短期はね、損期だよって話をしたかったんですね。はい。
ソフトバンクとか KDDI とか NTT とかね、長期保有の方、大半の株主の方はね、今、益を出してます。これ別の動画でしっかり検証したんですよ。あ、いい株だなって改めて思いましたよ。でね、はい。短期投資するとさ、ハラハラドキドキして心が消耗されていくわけですよ。でね、短期になるの。それで、あ、売んなさいよ、危ないよなんて言われるとさ、あらはらはらはらになっちゃって、損切りとかしちゃうんだよね。損切りしたら爆上げしましたよってことよくあるわけだ。さっきのソフバンのグラフ、ねえ、恐ろしいね。で、大口の罠っていうのは本当にあるんですよ。特に短期投資の場合ね。シニアをね、狙ってるの。特にシニア狙われますよ。オレオレ詐欺ってあるじゃないの。あれさ、もうねってさ、思うもの、このオレオレのさ、証券バージョンかなってね、あんま大きなことじゃ言えないね。でね、市場の肥やしにならないようにしましょうよ。でね、しっかり勉強して、で、長期投資をね、メインでやるとね、安心ですからね。ちょっと偉そうかな。あ、聞いてくださってありがとうございました。それではこの辺で失礼いたします。ごきげんよう。